はい、情報検証研究所の9月の13日です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。まあ、今週ももう自民党の総裁選のお話ばかりですが、総裁選の告示がなされて、過去最多9人が立候補しましたということになりました。まあ、最後の段階でね、上川陽子さんが出られて、で、最後直前まで、斉藤健さんとか野田聖子さんとか、が可能性あるんじゃないかと言われていましたが、まあ断念されたということになって9人になり、で、まあ世論調査はね、もういろんなところが順次されてますけれども、まあ今のところ、時事のその直近ので言うと、小泉さんがトップ、2位が石破さん、3位が高市さんということになっていますということですね。それで、まああと、ついでにこれニュースで出てるので言うと、この立憲民主党、この代表選も、これは自民党よりも少し早くスタートをして、で、9日に共同で会見をやって、で、いうことになりま、あの、8日か、8日に共同の会見をやったということですね。で、いうことで始まっていますが、で、ここでニュースで出てるやつで1個言うと、この、解雇規制の緩和について反対とかね、あとはその政治改革については自民党全然なってないとかね。まあそういうことを言ってるんですけども、なんかこれ、もうね、私の見てる印象で言うと、4人の候補で、誰が優れているかという論戦をやってるというよりは、中でみんなで自民党の悪口を言ってる。そう思う。っていう、そんな感じですね。だから、一番論評が簡単な自民党よりまず立憲民主党行っちゃうと、議論になってないし、レベルが低すぎるよね。で、特に一番ムカついたのがさ、このまさに解雇規制、自民党で今何人かいてる解雇規制緩和に反対と。で、これ、まあ左の政党としてさ、反対するのは当然だと思うんですよ。で、問題は、反対する理屈なんだよね。ちゃんとした理屈を言えばいいのにさ、例えば野田さんがさ、世襲議員が言うなって言ったでしょ？これほとんど居酒屋の酔っ払いのさ、愚痴、上司の悪口のレベルと変わんねえぞ。こんなレベルが低いことを平気で野田さんでさえも言うんだと俺びっくりした。反対ならちゃんとさ、理論的な理屈言いましょうよと。その方がみんなよっぽど納得するぜと。ちょっとね、ひどすぎる。だから立憲民主党政権取るなんてありえねえよ、これ。そうですね。いや、これね、解雇規制のところは、いや、私はね、まずこの立憲民主党の議論が全然ダメだっていうところはもう全くその通りなんだけども、本来立憲民主党はこれ賛成すべきだと思いますよ、私は。むしその心は。ろ。いや、で、なんでかっていうと、この解雇ルールの問題っていうのは、別に解雇規制がね、ガチガチに厳しくって全然解雇ができません。で、それを自由にしましょうなんて話ではもともとないわけですよね。で、今の解雇ルールの問題っていうのはこれ明確になっていませんというところが問題なわけで、で、結果として何が起きてるかっていうと、その不公正な状態が起きていますと。一方ではその、大企業の、ね、正社員は過剰に守られて、で、その流動性が阻まれているという問題があり、で、他方で非正規の社員なんかもどんどん切られる。で、それからその正社員であっても中小零細企業についてはもう事実上首切り自由で、そう。で、しかも中小企業はさ、どんどん首切りするのに退職金も払われないんだよね。退職金払われないし、それから不当な解雇だって言ったって、実際には組合もなかったりするとね、そ当の然、訴当え然。ることもできな何いもでと。きないからね。っていう状態になっていて、だからその不公正な状態解消しましょうよと。かじ、あの、過度にその不利な立場に置かれてる人を守らないとおかしいでしょっていう議論のはずなんだけれども、で、まあ、自民党の一部主張してる人たちも、あんまりそういう主張をちゃんとやってないっていうところも、まあ問題ではあるのですが、まあ少なくともね、立憲民主党の人たち、その両面があることをちゃんと捉えて、守るべき人は守るということをね、本来言うべきなんです。だから、そもそも彼らがそんなしっかりさ、考えてるはずがないよね、と。に、彼らのバックの労働組合は、所詮は自分の組合のことしか考えてないから、結局そういう広い視野がないよね、と。だから、言い方がやっぱりさ、表現悪くて申し訳ないんだけど、レベルが低すぎるんだよ。そういうことなんですよね。だからこの解雇規制についてのこの立場は結局何を表しているかっていうと、立憲民主党っていうのは弱い人を守る政党ではなくって、労働組合を守る政党ですと。逆に既得権益守ってるだけじゃんってなるんだけどね。ん。まあ、それを、一般の人がなかなか分かりにくいけど、分かる人はみんな分かっちゃうのに、こういうことをやってると。
そうですね。で、そこで言ってるセリフは、ほとんど居酒屋の酔っ払いの愚痴のレベルになってると。いや、政治家やめた方がいいと思うよ、この人たち、本当は。まあ、これは相当ひどいな。思う、俺は。まあ、こんなくだらないし、時間使ってほしいわ、自民党戻ろうぜ。それで、自民党は、これ前回、先週もこれお話をしたときにこの比較表を出しましたけれども、これ制度規制改革学会で出している問題提起に沿って経済成長をね、何を優先に実現するんですかとか、社会保障、このままで維持できない可能性が高まってるわけだけども、それをどう改革するんですかとか、まあそういう質問項目に沿って整理をしたという比較表で、で、一応今回全員で揃ったので、全員並べてみましたと。いうことなんですけども、で、これもう、一個一個言う前に、これ結論は、一番最初のところにね、この注釈をつけてるんですけども、いや、これ学会のメンバーでね、八代尚宏さんとか、にも加わっていただいて、これ議論したんですが、この結論は、もう、概ね、多くの候補は、この福祉、ばらまき福祉とかね、それから、役所の既存の政策とかを羅列しているだけであると。いうのが基本的な結論で、で、あとはまあなんかその抽象的なイメージでのなんかこんなことやりますみたいなこと、イメージだけ言ってるということなんですね。で、それを全部ね、そぎと落としていくと、ほとんど何も残りませんでした。残ってる項目はここに書いてあるやつだけで、まあだから大体ね、多くの項目はもう空欄ばっかりになるわけですよ。まあね、まあっていうのね。が結論。いや、本当にさ、この表が一番わかりやすいんだけども、メディアはそうね、そういうちゃんとした報道をしないでさ、で、どうしても夫婦別姓とかさ、あとはまあなんか紙の保険証とか、なんかクソみたいな問題ばっか、まあクソって言っちゃいけないね。大事なんだけど、どっちかって、政策よりもなんか、若干違うイシューばっかりやるんだけども、やっぱ経済政策って本来一番大事じゃん。当たり前だけどさ、日本、デフレ30年これだけ弱くなっちゃいましたよね、と。で、ようやくデフレ終わって復活できるチャンスのはずですよね、と。やっぱ経済力は国力の基礎だし、外交力のベースにもなるし、国民がちゃんと裕福で安心に暮らせるためのベースになるよね、と。で、それ考えたらやっぱり経済政策が一番大事なはずなんだけども、で、じゃあ経済政策で本来何を追求しないといけないのかっていうと、個人的には二つあると思うわけよ。一つは成長だよね。で、成長しないと再分配の原資も作れませんと。で、やっぱ成長っていうのをしっかりやる必要があると。で、その上でまあ再分配になるんだけど、まあどっちかでこれは国民の安心じゃん。で、こういう部分を、社会保障なり何なりでやっていく必要があると。で、じゃあそういう、成長と、安心、二軸追求をしっかりどれだけまともな政策をやるかっていうのは大事だよねっていう観点から、各候補の政策をざっと見るとさ、さっき原くんが言ったこととほぼ同じ結論になるけど、ひどいなと。つまり、成長に関しては、なんか、成長産業、戦略産業ばらまきが横行してると。なんかせ、あの、要は戦略産業とか成長産業で作るんですと。で、日本中地方でもそういうのを作っていくんですっていう感じのことを言って、要は成長産業ばらまきばっかりみんな言っていて、なんちゅうのかな。本来はこういう成長ってさ、当たり前だけど民間が頑張っててめえで生産性上げないと絶対無理なのに、結局政府が前面に出るっていうことばっかりやろうとしてると。で、一方で安心の方はまさに原君さっき言ったように、今度は社会福祉ばらまきをやろうとしてると。で、それに加えて、物価高とかいろんな問題してるけど、これも大体ばらまきし、目の前の課題ばらまきしようとしてると。だから、河野太郎さんは、成長も、この社会保障も、改革をしっかり言ってるから、そこはすごい評価できるんだけども、後の方々は、総じて言うと、大体こういう成長産業ばらまきか、社会保障ばらまきか、その他物価高とかいろんなことばらまき、ばっかり、言ってる感がある。または、人によっては、改革は言ってるけども、安心とか、社会保障のことは、ほとんど何も言ってないと、いう人がいるから、だから本来政治家、特に総理になる人って、成長と安心両方言わないといけないはずなのに、それが全部ばらまきがメインになっちゃってるっていうのは大丈夫かよって感じするけどね。そうですね。いや、だからね、これ、結局、その各候補のね、言ってるような話を見ていても、いや、なんだろうな、今は仕方ないんですと。今は経済にとって大事な時だからばらまくしかないんですと。って言うんですよね。
いや、だけども、振り返ってみたら、過去30年ぐらい、いや、そう、ずっと今ばらもまいて経る。済が弱まってるからばらまきしないと仕方がありませんって言って、どん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 、財政を膨らませて、で、結局経済は全然成長しなかったわけですよね。逆に成長しないし、生産性も潜在成長率も落ちちゃって、今に至ってるわけですよ。だから30年失敗繰り返して、また同じことやるのかと。だから理解不能なんだよね。そうですね。もうだからね、これはもう民主主義の欠陥ですよね。こうやってやっぱりね、選挙とか、その一般の人たちに、に受け入れられるということを考えると、これはやっぱり痛みを伴うことよりもばらまきをするということが受けちゃうんですよね、どうしてもね。だからどこまでさ、企業とか人を甘やかせば気が済むのかなという気がしない？で、その甘やかして財政的にもう限界じゃん。そうですね。大丈夫って感じがする。本当に個別の人のそれで文句言い出したらキリがないんだけど、総じてみんなばらまきに押したい方向になっちゃってるから、すごく悲しいんだよね。で、さらにその延長で一個だけ言うと、高市早苗さん。高市早苗さんは当然右上の方皆さん推してらっしゃるし、で、気持ちはわかると。で、ある意味で安倍さんの、なんていうかな、後継者的な感じでみんな位置づけてるよね。で、そういう、当然そういう人も必要で頑張ってほしいんだけども、で、高市早苗さんの主張を見てるとさ、結局言ってるない、彼女の、外交ともかく、経済政策は、簡単に言うと財政ばらまき、プラス、反改革じゃないですか。だから安倍さんは一応アベノミクスで3本の矢でさ、ちゃんと改革も言っていたんですよ。だからその改革が落ちちゃって、財政ばらまきばっかりがメインになっちゃってるっていうのは、逆に安倍路線を継承する立場なのにもったいないなって気はするんだけどね。そうですね。まあだからその、アベノミクスっていうのはまあうまくって、その改革路線は継承しつつ、積極財政っていうのを入れたわけですよね。で、経済を強くするためには積極財政やんないといけない、金融緩和やんないといけないとそいううだよことを言っね。て、で、まあ、多分だからその伝統社会を守れっていう保守の方々はあんまり改革とか好きな人ではないっていう人がもともと多いんだけども、経済強くするためにはいろんなこと全部パッケージでやらないといけないんだって言ってごまかしたということだったんだと思うんです。まあ、ごまかしたって言い方悪いかもしれないけども、うまくそうやって取り込んだということだったと思うんですが、まあ、今、その、アベノミクスを継承すると言われている人たちはもうそこの改革のところは振り切っちゃって、で、ばらまきだけやってればいいんじゃないですかという方向になっていきつつあるように見えるので、これはね、相当危ういと思いますよ。だから非常に非常に不思議なんだよね、個人的には。いや、なんか本当にね、申し訳ないんだけども、なんか、国民とか企業をさ、どこまで甘やかし続けたいんだろうと。それが彼らが総理になってやりたいことなのかってのはすごい疑問なわけよ。そうですね、そう、まあ、このやっぱり民主主義の社会で考えると、まあ、今回、この候補の人たちは総裁選ももちろん勝ち抜かないといけないけども、総裁選勝った後で今度、国政選挙で勝たないといけないと、評判よくならないといけないということを考えると、まあ、やっぱりね、甘やかしとく方がいいという方向に流れちゃうんですよね。なるほどね。まあ、だからそれは分からないではないっていうかね。まあだからそれ最初の初期段階ではしょうがないかもしれないけども、じゃあその先どうするのか。で、その先で、君子豹変して、いや、やっぱり本当は厳しいことやらないといけないんですと。と言って国民を説得するようなことができるのかどうか。で、結論から言えばできるはずないじゃん。この段階でできない人が、じゃあ次は、政権の支持率ばっかり気にしちゃって、結局何もできないよ。そうなんですよね。で、少なくとも今の今回の出ている公約を見る限りでは、全然ね、その豹変する可能性を残している公約って、まあ、ほぼないわけですね。ない。まあ、だから、まあ、だから、しいては河野太郎さんは正直に全部言ってる感じがあって、厳しいこといっぱい言ってるじゃん。すごい高く評価するけど、逆に河野太郎さんだいぶ厳しいよね。そう総です裁に勝ね。つっていう観点では。で、小泉進次郎さん。基本的には成長に関して改革ばっかり、言ってるわけじゃないですか。まあ、僕は正直言って改革の内容もそこまで大変な改革入ってるわけじゃないし、総理になってやりたいことがライドシェア制度なんですかって言いたい気もするけども、
で、その他の社会保障とか安心に関わること何も言ってないじゃん。ん。だから、これは何なんだろうと。関心がないはず、ない、ないことはないはずだから、やっぱり大変なことは、大変な改革的なこととか、論争になりそうなことは言わないっていうことなのかなっていう感じがしちゃうし、で、ついでに若手で言うと小林鷹之さん。結局、成長で言ってることをばらまきだけじゃん。で、社会保障はさ、第三の道とかさ、結局、まともな議論に入らないで逃げてるだけじゃん。そうなんですよね。そう。いや、これ最初はね、第三の道ってだけ言ってたんですよ、小林さんは。で、さすがにそれだけじゃ持たないなと思って、その社会保険料の引き下げっていうことを言い始めたんだけども、でもじゃあそれでもうなんで引き下げるんですかっていうとね、結局そこで出てくるのは、健康管理とかをやって、少し、医療費を削減しますって、それこれまで言ってきたことですよね。そう。で、政府は得意なさ、ちょこちょこさ、細かい節約してさ、財源作るだけでしょ？抜本改革のも何でもないわけよ。だから一番、野心的なことを言ってほしかった若手二人が、意外とそこら辺全然ダメだよねっていうのは個人的にがっかりなんですよね。だから言い方悪いけどさ、誰が勝ってもさ、結構、次の政権厳しいと思わない？そうですね、そう、だからなんか、ばらまきしかないじゃん、おそらく。誰がなっても。河野さんだけ突出して、この改革を言われたのは素晴らしいんだけれども、多分これもう完全な包囲網になって、いや、こういうことをやってはいけませんっていう結論の政権ができる可能性が今、まあ高いですよね。そういう気がする。で、言い方悪いけども、じゃあこれでさ、誰が上がって、例えば若手が上がった場合も、3名政権になる可能性あるじゃん。で、多分、今回9人も出て、ベテランの方が多く出てるのは、次の次を睨んだ顔見世興行的要素があると思うんだけど、いや、彼らが言ってる内容を見たら、じゃあ次の次もばらまきメインですかっていう感じになっちゃうね。そうですね。いや、辛いぞ、これは、本当に。俺、マジでこの総裁選さ、各国の公約見れば見るほどがっかりしちゃっててさ、まあ、これから討論が始まるからさ、それでどれだけ挽回してくれるか楽しみではあるんだけどさ、ちょっとひどいと思う。ああ、そうですね。まあ、だから少なくともね、今の段階では、さっきのそのばらまきとその既存政策を除くと、もうこれぐらいになっちゃうので、いや、抜けてるところをちゃんとね、メディアの人たちも問いただして、党内をやってほしいんですよね。そうなんだよね。ところがね、その昨日の報道ステーションで9人の候補が出られて、討論会とかされてるんだけれども、あれ見てても、結局ね、その夫婦別姓とかにすぐ行っちゃうんですよ。そう、だから結局さ、メディアの側がさ、レベル低すぎるんだよ、はっきり言えば。わか多りや分、すいんだけどね。まともに勉強しないんだよ。だからクソみたいなことばっかり聞いてるじゃん。まあ、どうしようもないと思うよ。そうですね。まあ、だから、結構ね、なんかがっかり、暗い気持ちになってる。まあ、暗い気持ちになるんだけれども、まだ一応ね、その論戦の期間がありますから、2週間ぐらいありますから、その間に、この抜けてる課題をしっかり議論してもらうというところをやってもらいたいですね。でもより絶望的な気分になる気もするな。いやもうね、期待できないよ、これ。まあ、そう言わずに、なんとか終わってもらうように頑張りましょまあね、まあね。う。そんなことでしょうか。そうだね。で、あと、なんか、総裁選の関連は他なんかありますか？まあ特段だから、これからようやくしっかりした討論が始まるだろうから、まあそれを見ないと何とも言い難いよな。まあただ、あえて言うと、さっきの、パワポであったのは若干修正だけども、ほら、時事の世論調査で、小泉がトップで2位、石破3位、高市ってあったじゃん。確かね、読売新聞かなんかの自民党員相手の調査だと、トップ石破なんですよ。で、小泉2位で高市3位なんですよ。で、ついでに自民党が最近やった調査でも同じ順番なわけ。やっぱり石破がトップなんだよ。自民党員だと。で、やっぱ地方で人気なんだもんね。だから逆に言うと、2位小泉、3位高市っていうことで、多分高市さんは小泉を追い落とすことを狙ってるはずだから、だからさっきちょっと言ったその安倍さんの路線と違って反改革っていうのは、小泉さんとの、コントラストを出すための逆張りなのかなっていう感じは個人的にしてるから。なるほどそうね。考えると、高市小泉の論戦が一番この候補者の討論会では注目かもしれないなという気はする。まあ、それはそういうことかもしれないですね。
高市さんは多分、前からそうなんですよ。前回の総裁選の時もそうですよね。積極財政半改革ですよ。まあね。まあ、それがより、クリアになってきたので、まあ、そこの議論をぜひやってもらえるといいんじゃないですか。この解雇規制の話なんかはね、そのさっき言ったような、本質的にはそういうね、不公正の解消の問題だということなんだけども、なんか皆さんすぐに解雇規制の緩和とかっていうね、全く間違った問題提起をするんですよね。争点設定をするんですよね。だからそだこかをら、ちゃんと小泉さんが説明すするごのくかな。ね、この問題って、異常なまでの誤解のレッテル貼りが多くて、ちょっとニュースで見たんだけど、どっかのさ、参院かどっかの知事がさ、要するに、進次郎は解雇規制の緩和やって言ってると、お父さんが製造業への非正規の導入をやって、今度は、息子がで、ね、2代連続して雇用を悪くするのかとか言っててさ、めちゃくちゃなこと言ってるんだけど、知事のくせに。なるほど現実はね。別に小泉政権で製造業への、非正規の導入って始まったんだけど、これは小泉政権できる前からさ、ILO の国際条約を採択して、いろんな働き方を認めるっていう段階からさ、で、ある程度も期末な話なんだよね、スケジュールとして。で、製造業は少し遅らせて結果的に小泉政権の時になったっていうだけでさ、小泉政権がやったわけではないのに、いまだに小泉お父さん、竹中平蔵が、この製造業の、非正規っていうのを入れ出したと。で、こういった諸悪の根源だとみんな思ってるわけ。それぐらい当たり前の、ことを知事の、立場にある人さえ知らないで誤解して平気でこんなバカなことを言ってると。やっぱこれは現実なんだよね。誤これ解。はね、もうその刷り込みは激しいので、なかなかね、もうこれ消えないと思いますよ。す多分ごいもうずっとそういうことになっちゃうんですよね、世の中でな。だから解雇規制の緩和っていうからいけないんだけどさ。ね。本当にこの問題ってみんなセンシティブだよね。そうですね。逆に中小企業のサラリーマンなんか全員賛成してほしいんだけどね。これで退職金取れるぜって。いや、そうなんですよ。で、非正規の人もさ、これで俺らだけ、不当な扱いされるの終わるぜとかみんな、理解してほしいんだけどね。まあ、だからね、それ本来はそれが、左側の政党のね、やるべきお仕事のはずなんだけども、全然そっちに行ってないっていう、まあ、立憲民主党の問題ですね、これはね。という気は、あとメディアの問題だ、メディアの問題。ね、何回も言うけど、知事になってる人は、日本で47年しかいない立派な方が、小泉お父さんが製造業を悪くしたと言ってるんだから。わけわかんねえ。まあ、そうですね。まあ、しょうがない。はい、そんなことですね。はい。それでじゃあ、ちょっと、ついでに知事の話を続けてすると、兵庫県知事の話おい。で、前県議が辞職要求をすることになって、まあ、これなんかちょっとあんまりもう、この話は取り上げずに来ましたけれども、まあ、さすがに辞職要求をすることになりましたということになり、まあ、それでも斉藤知事はまだ拒否をするんじゃないのか、なんて話も出ているというこだとからこれで言い方悪いけども、まあ、この県議会が出して、多分辞職じゃなくて、議会解散に行く可能性あるよね。だからそれが正しいのかどうか分かんないけど。いや、むちゃくちゃな話でしょ、そんなの。いや、だどう思う？ってね、それは制度上、一応、これは議会を解散するのか、失職するのか、どっちかを選べるということになってるけれども、それは議会を解散したら、信任される可能性があるからですよね。絶対ないですよね、このケースは。でも言い方悪いけど、長くやるためならば議会解散に行って、で、次また議会組織させて同じ不信任出されても下手したら同じことやられかねえのかね。一気ああ、に。でも、それ2回目は今度失職ですからね、さすがに。あ、失職になるんだ。あ、ごめんなさい。知らなかった。じゃあそういう意味では一回はできる。一回できてそれだね。1回できるんだけど、さすがにちょっとね、県民を馬鹿にしすぎだと思いますよ、そんな。まあね。だからそう考えると、だから、兵庫県のこの今の知事の問題ってすごくイレギュラーケースであるとは思うんだけども、結果的に制度的に知事の権限が強すぎるってどうなのかってやっぱ考えた方がいいのかな。本来二元代表制のはずじゃん、知事と議会って。でも結局片方の力がこう見ると圧倒的に強いよね。どうなんだろう、どう思う？そうですね、その議会によるコントロールが十分に効いてないっていう問題ですよね。だから今回のケースだって、本当はその議会がね、もっとその健全に機能していれば、こんな問題が大きくなる前に解決できていた可能性があったんですよね。まあそうだよな、確かにな。まあ、ただ、この問題はすごくややこしくって、まあ、
多分ね、だからこの今、斎藤知事はむちゃくちゃ叩かれるだけ叩かれてますけども、議会を敵に回してでも改革を進めるみたいなことも、まあ一定程度やってきた面もあるんですよね。だからこそ、やりづらかった面もあったのかもしれないけれども。まあね、まあね。だから難しいんだよな、この問題。いや、要はさ、僕は知事のそういうおねだりとかパワハラっていうのは論外と思うわけですよ。ただ、だからそういうこと、バカなことをやったから本来ダメなんだけど、で、じゃあ、で、加えて言うと、まあ、公益通報を誹謗中傷と、初期段階で判断したこともおかしいとは思ってるんだけども、だからそれでじゃあ、だから守る余地ないとは思うんだけども、じゃあ少なくともそれでしっかり、県政でやってきた部分も含め全面否定し、して、まあ、言い方悪いんだけども、そういう分かりやすい事象だけでガンガンやるのがいいのかとかさ、なんかもうちょっと客観的に評価する仕組みとかってできないのかな。そうですね。まあ、さっきのね、その岸さんの最初の問題提起に戻ると、結局その知事が強すぎちゃって、その議会が、まあ、ろくでもない議会だと、ちゃんとコントロールもできない、そういう状態が続いちゃうということになっていて、そうなんで、だ。議会が健全に機能しているかどうかを、その地域のメディアもチェックができていないという、まあ、そこに戻っちゃいますね。だから地方議会って、まあ、兵庫に限定したらどこもみんなダメじゃん、議員さん。うん。だからそう考えると、なんかじゃあ、知事がちゃんとやってるかとかを常に監視するさ、第三者委員会が常にあった方がいいんじゃないかとか、そんなこと思っちゃうんだよね。そうですね。それまた、誰がそれをやるんですかっていう問題になってですよ。そうなんだけどさ、だから少なくともやっぱり、じゃあ普段から無理にしても、今回問題が起きた段階で、ちゃんと第三者委員会を作るべきだったんだよね。それを置かなかったから余計こんがらがってる面があると思うから、で、これも、兵庫県の人事当局はそれで提案したのに、知事サイドが潰しちゃってるっていうのがあるようだから、それはこれやっぱ知事の罪なんだよね。だからまあちょっとややこしいんだけど、まあ、なかなか難しいね。そうですね。まあだから、この斎藤知事は、ね、これ自民党だけじゃなくて、維新も推してなりましたということであり、まあ、維新的なね、その改革を相当程度やった面もあったわけですよね。で、その時に、まあ、やっぱりその大阪でやったいろんな改革と比べて言うと、大阪の場合はメディアがむちゃくちゃ注目したんですよね。で、議会もそのまともな議論をしないと叩かれちゃうとまあいうね。状況になった。で、もちろんその知事や市長たちも、そのチェックを受けることを前提に、なんだろうな、難しいところには手を突っ込みつつも、叩かれないような、改革の進め方をやってきたという面があったんだけれども、まあなんかそこが甘すぎたと。で、まあ兵庫県ですらそうだから他の県もっとひどいんですよね、きっと。まあね。まあ、あとも、あえて言えば、じゃあ、知事がいろいろ改革やったにしてもさ、やっぱ脇が甘すぎたよな。書かれるんだから、そうさんのおねだりとかパワハラとかやっちゃダメだよ。てか、常識ある人は上に立ったらそんなことやっちゃダメだからさ。だから、そこは脇が甘すぎたから、そこはもう、話にならないとは思ってるんだけどね。だからそこの、そのチェック体制がないからこそそういうところが甘くなっちゃうんですよね、きっとね。まあまあ、ご本人の問題であるけども、もちろん。そうなんだよ。だから、まあ、そういうことをやってた人から第三者委員会来なかったのも当然とは思えるんだけど、やっぱりそういう客観的な、評価をしっかりさせるっていうことを、やらなかったから余計こんなこんがらがっちゃって、メディアもなんかや、バカみたいに、表面だけの報道ばっかりするって感じになっちゃってるから悪循環だよね。ですね、兵庫県民の皆さんがかわいそう。まあこれはね、私はやっぱりもう県が多すぎるんだと思いますよ。そうだね。47都道府県でね、これメディアがちゃんとチェックをする、それできるわけがなくって、そう思う。やっぱやっ同ぱ州制りだ、同州制。同州制でね、4つか5つ、まあもうちょっと多くてもいいかもしれないけども、それぐらいだったら、ちゃんとチェックがなされる体制そがれで作しっれかまりすメよ。ディアが監視するのが一番いいかもしれないね。確かにそういう論点はあるな。そうですね。これはそんなもんですか、この標語。そうですな。それから、アメリカ大統領選、トランプ・ハリス討論会、見ました？
見たけど、まあまあ、大したことやってないよ。だから、日本も、だから俺らもさ、自民党総裁選比例って言ってらんねえんだよ。アメリカも比例んだよ。みんなひどいですね。もっとひうん。どいですね、これアね。メリカも両候補はっきり言えばひどいでしょ？討論もひどかったでしょ？だから自民党総裁選ばっかり非難できないんだよ。今、グローバルにひどくなってると思った方がいいよ。そうですね。ただまあ、そういう中で、あえて言うならば、とりあえずアメリカ人の評価的にはハリスの勝ちとなってますと。じゃあ、これで大統領選、本選にどう影響するのかなっていうのは楽しみなんだけど、まあ、意外とさ、なんか日本、一生懸命報道してるけどさ、日本から見たらどう考えるべきかってことを誰も言わない、報道しないのが僕不思議でさ、いや、結論は簡単で、日本経済のこと考えたらさ、俺絶対トランプの方がいいと思ってるわけよ。いや、トランプになったらさ、全世界から輸入関税かけるっていうか、アメリカの物価上がるからさ、当たり前だけど、これさ、円安に戻るじゃん。だから、なんか今、多少円高に進んで、またみんなキラキラ言い出してるじゃん。この輸出企業大変だって。じゃあ、景気良くしたいなら純粋に、物価は上がるけども、円安に戻った方がいいんだよね、多少は。で、多分逆にハリス、カマラ・ハリスが勝っちゃったら、今までのバイデン政権の政策の延長だから、多分 FRB が利下げを続ければ、さらに円高が進みますと。で、だからあんまり変わんないんだよね。だから、少なくともこの前8月株価がドカンと下がってみんな大騒ぎしたよねと。いや、株価上げたいとか、純粋に景気良くしたいならば、多少物価上がってでもトランプの方がいいんじゃないのとかそういうのあるんだけどさ、なんかそういう議論一切しないでさ、なんかアメリカの政治の状況をビニールサインにくだらない報道してからさ、なんだろうね、日本の報道って。ああ、そうですね、そう。まあ、それで、で、あと、だから、その経済の観点と、それから、あと、まあ、もう一つは、その外交安全保障そうだよね。の観点で大丈夫かっていうの問題がありますよね、このトランプになったそうと。そうそう。その観点では、カマラ・ハリスの方がいいのかもしんないんだけども、でもさ、彼女は基本的には超左じゃん。だから僕そこはやっぱ心配で、本当の超左の人ってさ、多様性大好きじゃん。で、こういうのって実は外交に適用すると、外交でも多様な考え方ありだよねってなっちゃうんだよね。だから、そういう、なんか、カマラ・ハリスが超左の本性を出した場合で、外交も怖いとか、そういうことも一切ないからさ、なんか、なんか、やっぱりね、日本のメディアのに対する愚痴なんだけど、もう一度そういう深く掘って考えた報道をしようよって言いたくなっちゃう。そうですね。しゃあない。そう。まあ、だけどもね、この討論会やっぱりダメだっていうのはもう、全く日本よりもよりひどくって、そう。もうなんだっけ、なんかトランプが、移民がやってきてペットを食べているとかね。そう、めちゃくちゃもうだよね。そう、もうめちゃめちゃなことを言って、もうハリスがもう大喜びですよね。聞いたところの。で、いやもうそんなめちゃめちゃなことを言うからね、共和党の人たちだって、みんなトランプに反対だって言ってんだと。っていう、なんだっけ、小泉進次郎さんの会見で、レベルが低いとかって言って、バカな質問がなされた。で、それを小泉さんがうまく利用しましたっていうのと、同じようなもん。レベルの低い、ごくレベルの低い議論。そう。だから、アメリカのあの討論会見て思ったのは、日本の総裁選の候補者の政策ひでえなと思って怒ってたんだけど、いや、あんまり怒っちゃいかんと。アメリカもこれだと。まあそうなんですよね。それで、あとはだから結局ね、これも、今回に限らずですけども、結局、ですからね、アボーションですからね。まあね。そう。結局は、だから日本でいう夫婦別姓に近いよね、感覚としては。そう。全く同じなんですよね。ずっとそういうね、もうアメリカの場合だと宗教的な問題だけれども、そういう、宗教とかね、日本の伝統は何だったのかとかね、なんかもうそっちの話ばっかりになっちゃうんですよね。だから意外と日米同じ状況になってんだよね。まあ、あまり嬉しくない意味で同じ状況なんだけどさ。だから厳しいね。まあ、しゃあない、しゃあない。まあ、これはそんなことですね。あとはい。何かあります？特段。はい。じゃあ、そんなことです。はい、はい、はい、どうもどうも。